須藤まさきさんです。どうもこんにちは。お休み中のところご苦労様です。私は皆さんのように京都とか埼玉のようじゃんって目黒区から来たってちょこっと来ただけなんですけどね。戦後71年で今年は憲法公布70年ですが、本当にずっとこの間ある意味では日本は海外で戦争をしないで武力をして殺し殺されるという事態に起こらないで幸い来ました。いろいろ他国の対立はありましたけどそれで来たんですが、今まさにそれが崩れようとしています。それを私は自分が生きてきたこの戦後の時代にそんなことを許すのはとても認められないと、自分の子供とか孫のために頑張りたいなと思っていつもいろんなことをやっています。皆さん、安倍内閣は法の支配が大切だとこんな風に言いますが、安倍さん自身が憲法を破ってなんで法の支配なんですか。立憲主義というのは個人の尊厳のために、そのために憲法その他の法律でいろんな規制をしているんです。国家権力が自由になったらどうなるんですか。ナチスドイツの話がさっきも出てましたが、昨日か一昨日報道ステーションでもナチスのあれがやりましたね。皆さん、古田さんも最初はなんか軟弱な方だったけど随分変わりました。辞めさせられそうになった、辞めさせられることになったら腹決めたんですね。やっぱりああいう事態なんですよ。そして最後のあれが一番良かったですね。ナチスの収容所に閉じ込められていた野生を襲った人たち、その人たちをアメリカ軍が解放してそこにベルリンの市民連れてったと、して市民は私たちは知らなかったと言ったけど、収容されてる人たちはみんな人たちは知っていたと、みんな知ってたと、そういうふうに言ってるんです。そういう事態に本当に日本の国をしていいのか。今度安倍さんは私がの考えですは、7月10日には必ず同日選挙をやるのではないかと思ってます。7月10日に同日選挙をなぜやるかと、野党は共闘ということを皆さん方が言い出したから、衆議院選挙も一緒にやれば共闘ができないだろうと、こんな風に思ってるんです。こういう戦略的なことをしてそこで票を かさらって、そしていよいよ憲法を9条もそれから緊急事態条項もそれからいろんな人権保障もみんな変えていこうと、こう考えて戦前に引き戻そうと、こういうふうにしていると私は思います。皆さん、安倍さんのおじいさんの岸内閣は、岸信介さんは東条内閣の閣僚でした。真珠湾の戦線でやった開戦証書に署名したのがお父さんです、おじいさんです。岸さんはしかし戦後のうのうと生き延びて日本の政治経済の中心に座ったではないですか。戦争をやるときに犠牲になるのはそういう人たちじゃないんです。安倍さんにはないんです。やっぱり戦争で300万とかそういった形で殺されていく世界の日本の人、あるいは世界の人なんです。あるいは今朝鮮でご存知のように斬首作戦の含めた号令一号事件、米韓合同演習やられてます。キム・ジョンイルは震え上がってると思います。あれとは悪いやつですけども、悪いやつだけどもそんな風に挑発して戦争して何が解決するんですか。やっぱり平和な話し合い、それを押し進めて、中国だって同じですよね。中国のシー・チンピンもあれだけ軍国主義独裁主義をやっていますが、ああいう人と どっかでぶつかるような軍事一辺倒をするんでなくて、やっぱり平和の外交、憲法9条に基づいた外交、それが私たちに日本国憲法を残してくれた、そういった私たちの昔の人たちの本当に思いだと思うんです。一緒に頑張り、今度の選挙はぜひ頑張りましょう。ありがとうございます。